はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとね、諸事情で、ちょっと今、ヒカキンさんのワールドが出せないんですけど、この後ね、ヒカキンさんのワールドでやるんですが、まあ、今回、ヒカキンさんの、まあ、旧ワールドというか、で、まあ、鬼ごっこをしながら、スポーンエッグを集めて、その集めたキャラクターで、上限の鬼と戦いたいと思います。はい。まあ、この後、まあ、ヒカキンさんのワールドに移動するんですが、まあ、ルールとしましては、ヒカキンさんのワールドで、今回協力してくださるのが、土の子さんという、実況者様で、鬼滅学園とかでもね、鬼役をしてくださったんですけど、その人が、ヒカキンさんのワールドで、12個、チェストを隠してくれます。ダミーもあるらしいんですけど、12個隠してくださいまして、そのうち、8個が、まあ、普通に鬼殺隊、忍さんとか、まあ、炭治郎、かまぼこ隊とか、なんですが、まあ、かまぼこ隊に関しては進捗が上がってないかまぼこ隊ですね。なんですが、そのうち4つがレバーが入ってます。で、レバーで、レバーが4つ入ってるんですけど、このバラバラの中に。で、その、ヒカキンさんのワールドのどこかに、地下とかに、その、レバーじゃないと開かない場所があって、その中に、チェストの中に、煉獄さんとか、うずいさんとか、あと、神の呼吸を使うサイコロステーキ先輩とか、品津川さんとか、強いキャラ4体入ってます。で、だからレバーをチェストから見つけて、そこに入って、その、チェストを開けると強い鬼殺隊が出てくるっていう感じですね。はい。で、一応、おまけとして一応、同じ中にサビトが入っております。チェストの中にね。で、今回は、まあ、最初4分って言ってるんですけど、結果的に5分、やりましたが、5分間のうちに、何体集めれるか。で、もちろん鬼がいますので、30秒後に、その、土の子さんが追いかけるというか、そのワールドに入ってきます。で、土の子さんはちょっと鬼の血を飲んで強くなっている状態、かつ、より一の武器を持ってますので、僕はまあ、見つかったら、まあ、かなりやられる率は高いんですよね。で、もし僕がやられてしまったら、現在持ってる、例えば僕は煉獄さんを持ってるとするじゃないですか。今持ってる一番強いスポーンエッグを1個捨てるというルールでさせていただきます。で、5分間で、まあ、見つける、ゲットできたスポーンエッグで、終わった後に、上限の鬼ガチャというものを引きまして、で、それで、出た鬼と持ってる、鬼殺隊の卵、スポーンエッグで戦わせて勝てるかどうかというルールでいきたいと思います。ごめんなさい、ちょっと諸事情で今ちょっとヒカキンさんのワールドがちょっと今出ないので、ちょっと詳しく見せながらちょっと紹介できないんですけど、ということで、じゃあ今からやりたいと思います。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。多分冒頭でまあ説明してると思うんですけど、今回はヒカキンさんのね、まあワールドで、後ろのねこの変態と、鬼ごっこしていきたいとこら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 それではちょっと自己紹介どうぞ。こんにちは、土の子です。またまたね、トラさんのところで僕は鬼役をやらせていただけるということで、トラさんを見つけてね、ボコボコにしたいと思います。もういつもはね、僕がボコボコにされる側だけど、僕をボコボコにしちゃうぞ、見つけたら。あなた誰ですか？なんで？土の子です。前、鬼滅学園のね、動画でもそのお手伝いというかね、していただいて、土の子さんにはまあチェストを隠していただきました。あ、ね、今回も隠したよ。もう全く僕わからない状態でございます。で、ルールはまあ最初に説明してると思うので、もう早速やっていきましょうかダミー結構あるからねダミー、ま、怖いな。ダミーめちゃやっちゃったそう、なんか作ってる時も大丈夫かな、こんだけ多くてって言ってたけど大丈夫か。まあしかし土の子さんの腕前だったら僕の方が勝てる。そうだね。じゃあちょっとサバイバルモードにさせていただいて、まあ、土の子さんは鬼化してる状態ですね。血4個飲んでるので、うん、ちょっと僕より足が速いと思います。はい、うん、でさらにまあより一の日輪刀を持ってるので、ダダン、僕を一発ちょっと殴ってもらっていいですか。はい、いやーやばい、待って待って、ハート残り2個ハート残り2個やばい、ね、えぐいい感じ、いい塩梅かも。2発だね。オッケー2発。ちょっとお腹だけちょっと回復してから行こうか5分でいいっすか5分にしよう。5分でいきます、ね、はい、うん、それじゃあ結構入れちゃったから、はい、じゃあ行きたいと思います。 GO！ よーし、行くぞー。
ダミーが多いって言ってたな。どうしよう、地下潜るのありか、どうなんだろうな。ちょっと待って、これ最初地下潜って、いや待って、あえてここだ、ここで頼む、チェストあってくれ、チェスト、なんかあった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 、よしよしよし、裏回った、おお、しのぶさん、あごめんなさい、これ炭治郎、これ裏で入ってたやつ、気にしないで、あの炭治郎は使えません。ちょっと待って、1個目しのぶさんゲット。これ地下潜った方が危なくないかな、これいきなり見られる可能性あるよね、絶対ない、この裏とかあるでしょ、絶対ない、マジか、裏ない、これ裏でここでさ、あれなんかある、ない、ダミーじゃない、これ待って待って、これ3人称していいかな、あ、あった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 、これでも怖いな、つのこさんに見られるんじゃない、ここ大丈夫か、まだ30秒経った、よし、全員全員全員、一回逃げろ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 、見られた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 か、大丈夫ね大丈夫ね、つのこさんの動向を追いたい、あそこにもチェストがある、今んとこしのぶさんと全員2つだけど、どこだ、いたいたいた、いる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 、いた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 、やばいやばい、バレたかも、バレたかもバレたかもバレたかもしれない、助けて、いやーバレた、やばい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 、どうしよう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 、ちょっと待って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 、これ、そういうの名前出てない、これもしかして名前出てんのか、ネームが出てんのかもしれない、くそ、これは無理やり行くしかね、やってやる、あーそこにチェストあった、待って、チェストある、チェストある、待って待って待って、炭治郎、よし炭治郎ゲット、いけるか、来るなよ、よし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 、これ絶対これネーム見えてんじゃないの、怖い怖いよママー待って、怖い、ママ助けて、ママ大丈夫、いない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 、いけるいける、よし無知力4つ4つゲット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 、ここでシフトして、今2分2分経過、残り2分、今4個持ってる、これで巻くぞ、シフトしてるから今見えないはず、どうするどうするどうする、今1分45秒行くか、行くしかない行くしかない、チェストチェストあってくれ、やったあ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 った、ない、どこ行ったどこ行った、いやレバーが一個もない、あ、これあるぞ、レバーあった、いた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 、今ヒカキンさんって入ってた、今のうちだ、今だ、今のうちにレバーを開け開け開け、早く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 、よし白塚さんと、よし来た、よし今多分ヒカキンさんって言ってる、やばい見られたぞ、今見られた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 、まずいまずいまずい、見られた、見られてる見られてる、今だ、向こうに行け、よし逃げろ逃げるんだよ、どうしようはいはいはい、からのこっちから、どうしようね、これここおおおおおレバー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 、待って、急げ急げ急げ、これいけるこれいける、
やったくそやったこれ来たどうだった？発表させていただきたいねちょっとどこいんの、ね、ちょっとヒカキンさん手に来てね発表させていただきたいと思います、はいまあ、この炭治郎は最初準備にした炭治郎なんで、驚愕するが良い、行きましょうサビと2人、あ、サビと、はい、サビと2人サビと2人、うずいさんうずいさん、品津川さん、あーもういいとこ全部取られてんじゃん。無一郎くん、炭治郎、あれ善逸、忍さん、やったレバー2つも、いやマジで神回避やったよやったクゾー、いつ来たかったな。いやーめっちゃいい塩梅だった、めっちゃいい塩梅でした、最高これもう絶対動画見てください、すごいよこれ、ドキドキ感、ほんとありがとうございますいえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ということでこっから今からね上限と戦っていきたいと思うんですけど、その前に、ちょっとね今回協力してくださった土の子さん本当にありがとうございましたいえいえ、もう強くいっちゃったやったこんな優しい、弱くしたかったのに、あのね本当に実はこの撮影ね、あのもう1時間前に、うん、もう夜ですよ、もう今実はねもう約23時です、ね、7月17日の23時頃です、ね、でも急に、お願いしても OK してくださったこの優しい土の子さんのチャンネルは、概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひちょっとよろしくお願いします、はい、見てってくださいませありがとうねじゃあ上限試合いきましょうよし、じゃあこちらでやっていきたいと思います。今これですね、で進捗は全くゼロの状態なので、まあかまぼこ隊はあまり強くない状態で、こちら行きたいと思います。で増悪点がなぜかちょっとスーパーフラットだとね、あの戦わないということで増悪点はなしにしております。でドーマがもし仮に当たったらスーパーフラットじゃなくて普通のサバイバルのところで移動をしたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでじゃあ行きましょうか。国士も当たんなければいけるんじゃないかな、このメンバーだったら。行きます、 3、2、1、 はい、おおお、これはこれはじゃあ行きましょうこれはね、もういじめです、はい、断言できます、いじめです。それでは私たちの勝利だ、海学くんさようなら。これは上限の生、これがリアルですから、ここはやっぱりやらせなしということでね、仕方ないですよ。これで国志望とかだったらめっちゃ面白かったかもしれないけど、そうでございます、さすがにこのメンバーだったら負けないですね、海学相手。はい、ということで、今回はまあ今回はね、ヒカキンさんのワールドで、協力してくださった土の子さんもありがとうございます。ヒカキンさんのワールドで、まあ鬼ごっこしてゲットしたスポーンエッグで、上限の鬼と戦うというものをやってました。ちょっとこれ面白いのでね、今後もちょっとやっていきたいと思いますので、何回かね、ぜひ見てくださると嬉しいです。じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして今回協力してもらった、していただいたね、土の子さんのチャンネルも概要欄にありますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。じゃあお疲れ様です。バイバイ。